川中島の戦いは、日本の戦国時代に、北信濃の支配権をめぐり、海の国の戦国大名である、武田信玄と、越後国の戦国大名である、上杉謙信との間で行われた数字の戦いを、言う。双方が勝利を主張した結果となった。最大の激戦となった第四次の戦いが、千曲川と西川が合流する、三角状の平坦地である川中島と、 推定されており八万原子赤公園周辺が主戦場だったと思われる。また、その他の場所で行われた戦いも、総称として、川中島の戦いと呼ばれる。個人春帝が王寿、広重模写、新州川中島合戦の図川中島の戦いの主な戦闘は、慶古会、12年余りに及ぶ。実際に川中島で戦闘が行われたのは、 第2次の西川の戦いと第4次のみであり、一般に川中島の戦いといった場合、最大の激戦であった第4次合戦から10日を指すことが多く、一連の戦いを後越対決として区別する概念もある。第1次合戦、天文22年、第2次合戦、天文24年第3次合戦、工事3年第4次合戦、A64 年第5次合戦、 A67 年戦いは、上杉氏側が北信濃のより木号族領の奪回を、武田氏側が北信濃の攻略を目的とした。武田氏の支配地は着実に北上している。戦国時代の甲信越地方拡大室長期の東国は、鎌倉久保の分裂や鎌倉久保と関東関連の対立などの影響を受けて、乱国状態にあったが、戦国期には各地で、 戦国大名化した地域権力が出現し、海野国では守護武田氏、越後国では守護大の長押しによる国内統一が進んでいた。海野国は、信虎木に国内統一がなされ、対外的には、両上杉氏や駿河今川氏、品濃諏訪市との和睦が成立し、品野作軍、小さ型軍への侵攻を施行していた。武田氏では、天文11年に、春信への投手交代があり、 春の武器には、諏訪氏との同盟関係が手切れとなる。なお、天文11年には、関東関連上杉県政が、作軍出兵を行っており、諏訪氏は同盟関係にあった武田氏や村上市への、通告なく、作軍の活動を行っており、武田氏ではこれを明約違反と捉えたものと、考えられている。武田氏は、諏訪軍を制圧し品の侵攻を本格化させ、 相模御北条氏との関係改善を図る外交方針の転換を行う。それまで武田氏と友好的関係にあった三内上杉家は関東において北条氏と敵対していたため、北条氏との同盟は山内上杉氏との関係悪化を招き、品濃国衆を庇護した山内上杉氏と対立していく。その後も品濃国への出兵を繰り返し、品濃の両国化を進めた。 これに対して、策に隣接する小さかった方面では、村上氏が諏訪に隣接する中心地方では、深氏を拠点とした、信濃守護下の小笠原氏が抵抗を続けていた。武田氏は、高遠市、藤沢市、大石など、信濃黒人衆を攻略、天文16年には、策に影響力を残していた、関東管領上杉県政を、お代言で破り、笠原氏の志賀城を落として、 村上氏と対峙する。天文17年の上田原の戦いでは、村上の力に敗北を喫するが、塩尻峠の戦いで、小笠原長時を撃破して、天文19年には小笠原長時を追い払い、西名性能を侵入させ、中心地方を制圧する。同年、村上の力の市場の問い市場を攻めるが、敗退する。しかし、翌天文20年、 真田幸ユの働きにより、トイ市場を落とすことに成功。また、八代氏などの北部のより州の離反もあって、村上の清は、本拠地桂尾城に孤立し、武田氏の勢力は、全光寺北や南信濃の一部を除き、信濃国のほぼ全域に広がることになった。また、武田信玄は、越後林国の越中国の内乱に干渉し続けた、ため、上杉謙信はたびたび、 越中国に遠征しなければならず、天文4年には、上杉謙信が越中国を統一することとなった。対武田では、村上氏と協力関係にあった長野盆地北の北、品濃国人州は、もともと村上氏と北信の派遣を争っていた時代から、越後の守護大屋であった長尾氏とつながりがあり、村上氏の勢力が衰退し変わって、 武田氏の脅威が増大すると援助を求めるようになった。特に、高梨氏とは、以前から、遠赤関係を結んでおり、父、長尾溜影の実母は、高梨家出身であり、越後の守護でもあった関東関領上杉氏との、戦いでは、先々大高梨正盛から、多大な支援を受けていた。さらに、東大の高梨正よりの妻は、影虎のおばでもあり、影虎は、 北品野での戦いに本格的に介入することになる。千曲川へ、西川が合流する地点品野国北部。千曲川のほとりには、長野盆地と呼ばれる盆地が広がる。この地には、信仰を集める名刹善光寺があり、戸隠神社や小菅神社、飯綱など主験道の聖地もあって、有力な経済圏を形成していた。長野盆地の南で、 西川が千曲川へ合流する地点から広がる地を川中島と呼ぶ。当時の川中島はいくつかの小河川が流れる昇拓地と荒地が広がるものの洪水体積の土壌は越えて、米収穫港は当時の越後全土を上回った。鎌倉時代から始まったとされる二毛作による麦の収穫もあり、河川は酒やマスの素上も多く、経済的な価値は高かった。古来、 交通の要衝であり、戦略上の価値も高かった。武田にとっては、長野盆地以北の北信濃から越後国へとつながる用地であり、上杉にとっては、千曲川沿いに東に進めば証券柵を通って上野、海に至り、そのまま南下すれば、信濃国府のあった松本盆地に至る用地であった。この地域には、栗田市や市川市、八代、小田切、 島津などの小国人領主や地侍が分立していたが、徐々に村上市の支配下に組み込まれていった。これらの者たちは、武田氏が死なのに進行を始めた当初は、村上の力与に従っていたが、村上市の勢力が衰退すると、武田氏に応じるものが出始める。川中島の戦い拡大川中島の戦いの第一次合戦は、天文22年に行われ、 伏せの戦いあるいは、さらしな八万の戦いとも言う。長尾影虎が、北、品の黒人衆を支援して、初めて、武田春信と戦った。天文22年4月、春信は、北品のへ出兵して、小笠原氏の残党と村上氏の少女を攻略。支えきれなくなった、村上の力与は、桂ツ城を捨てて、越後国へ逃れ。 長尾氏と遠赤につながる高梨氏を通して、上杉影虎に支援を願った。5月、村上の力は、北信濃の国人衆と影虎からの支援の兵5000を、率いて反抗し、8万の戦いで勝利。春信は一旦兵を引き、村上の力は、桂ツラオ城奪回に成功する。7月、武田氏軍は再び北信濃に進行し、 村上四方の諸城を落として、村上の力よの立てこもる、炎伝城を攻めた。8月、村上の力よは城を捨てて、越後国へ逃れる。9月1日、影虎は自ら兵を率いて、北信濃へ出陣。伏せの戦いで、武田軍の戦法を破り、軍を進めて、荒戸城を落とし、3日には、青柳城を攻めた。武田氏軍は、今福岩見守るが守備する。 狩りや現状救援のため山宮氏やオブ砂京両らを援軍として派遣し、さらに荒戸城に野衆を仕掛け、長押し軍の退路を立とうとしたため、影虎は八万元まで兵を退く。一旦は兵を援伝城に向け直した影虎だったが、援伝城に籠もった春の部が決戦を避けたため、影虎は一定の戦果を上げたとして9月20日に越後国へ引き上げた。 春信部も10月17日に本拠地である海国、甲府へ帰還した。この戦いは川中島を含む長野盆地より南の千曲川沿いで行われており、長野盆地の大半をこの時期まで半竹で方の諸豪族が掌握していたことがわかる。長尾氏にとって村上市の給料復活こそ叶わなかったが、村上市という防壁が崩れたことにより北な野の国人衆が 一斉に、武田氏になびく事態を防ぐことには成功した。武田氏にとっても、長野盆地進出は阻まれたものの、小さ型軍は、もちろん村上氏の本領、萩品軍を完全に掌握でき、両者とも相応の成果を得たと言える。影虎は、第一次合戦の後に、女医人間の五霊根性のため上落して、小奈良天皇に拝謁し、渡して吉罰の臨時を得た。これにより、 影虎と敵対する者は、俗軍とされ、武田氏との戦いの対義名分を得た。一方、春信は、信濃国の作軍、下稲軍、基礎軍の制圧を進めている。なお、最初の八万の戦いにも影虎自らが出陣したとする説がある反面、武田氏研究者の柴辻春六は、伏せの戦いに関しても影虎が自ら出陣したと、 する確実な資料での確認が取れないとして疑問を呈している。川中島の戦いの第二次合戦は天文24年に行われ、西川の戦いとも言う。武田春信と長岡影虎は200日余りに及ぶ長期にわたり退陣した。天文23年、武田春信は南進の稲軍を制圧すると同時に同年末には関係改善が図られていた。 相模国の御北上氏、駿河国の今川氏と三社で同盟を結び、特に北関東において、上杉氏と対峙する御北上氏と共同して、上杉氏と対決していく。その上で、長尾氏の有力家臣、北上高弘に反乱を起こさせた。影虎は、北上高弘を下すが、背後にいる春信との対立は深まった。この年中新地域で、小笠原氏と共に、 武田氏に抵抗していた二騎士が、小笠原氏逃亡後になって、社名を求め、これを仲介した帯形氏が称されている。全光寺天文十四年、光寺元年、品濃国全光寺の国衆、栗田長都氏が武田氏に寝返り、長野盆地の南半分が武田氏の勢力下に置かれ、全光寺以北の長尾市宝所豪族への圧力が高まった。春信は、同年3月、 影虎は4月に善光寺脱会のため、長野盆地北部に出陣した。栗田長俊と武田氏の援軍兵3000は、栗田氏の朝日山城に牢城する。影虎としては、この朝日山城を無視して、西側川とかをしてしまうと、朝日山城の守兵に軍勢の背後を突かれてしまう危険があり、着陣後も容易に動くことができなかった。そこで、長尾軍は、朝日山城とは、 すそばなを挟んでほぼ真正面に位置するかつら山にかつら山城を築いた。これによって前進拠点を確保したとともに朝日山城の機能を封殺することに成功した。春信も朝日山城の御ずめとして川中島へ出陣し、西川を挟んで両軍は退治した。7月19日、長尾軍が西川を渡って戦いを仕掛けるが、決着はつかず。 両軍は200日余りにわたり退陣することになる。平坦戦の長い武田軍は、兵糧の調達に苦しんだとされる。長尾軍の中でも動揺が起こっていたらしく、影虎は諸将に忠誠を確認する精子を求めている。長尾軍にこうして、一向一揆の抑えとして、加賀に出兵していた、朝倉隆雫が亡くなったことで、北陸方面への憂れが生じたこともあり、うるう十月十五日、 駿河国の今川義元の仲介では僕が成立し、両軍は撤兵した。和睦の条件として、春信は、須田氏、井上氏、島津氏など、北進国州の給料復帰を認め、朝日山城を破却することになった。これにより長尾氏の勢力は、長野盆地の北半分を確保したことになる。その後、春信は、基礎軍の基礎義康、義政府氏を降伏させ、 南品の平定を完成させた。第二次川中島の戦いにおいては、武田、長尾双方に複数の艦情が現存しており、両者とも構想の舞台を川中島と認識していることが確認される。斐吉光寺第三次合戦は、工事3年に行われ、上野原の戦いとも言う。 武田春信の北進への勢力慎重に反撃すべく、長尾影虎は出陣するが、武田春信は決戦を避け、決着はつかなかった。工事2年6月28日、越後では宗心が、出家陰闘を図る事件が起きている。上杉影虎は、長尾正影らの還元、家臣団は忠誠を誓って、これを引き止め、出家は取りやめになっている。春信は、 長尾市との和睦後も北進国州や川中島方面の国州への調略を進めており、同年7月には高井郡の市川市にも事業を当て行を行っている。8月には、佐田幸綱、小山田虎光ら,らが、東条市が夜長野盆地東部の萩品郡に食場を陥落させ、同年8月には、上杉影虎家臣の大熊朝秀が、武田市に内通し拒兵する事件が起きており、 朝秋は、同月13日に、越後駒返りにおいて、影虎に敗れると、武田氏に亡命し、武田家臣となっている。工事3年正月、同2月15日に春信は、長岡田の前身拠点であった、水内郡桂山城を落とし落合いを滅ぼし、高梨正頼の居城である、飯山城に迫った。春信はさらに同3月14日に出陣し、 北進国衆への報奨などを行っている。上杉謙信の対応は、雪解けまで遅れた。長尾氏も、攻勢を強め、4月18日には、長尾景虎自身が出陣し、長野盆地に着陣した。4月から6月にかけて、北品野の武田氏の諸城を攻め、高井郡山田城、福島城を落とし、長沼城と善光寺を奪還。横山城に着陣して、 さらに破却されていた朝日山城を再興して本営とした。5月、長岡影虎は武田市領内へ深く進行。萩品軍、小さ方軍堺、坂木の岩花まで進軍した。6月11日に影虎は高梨正よりを派遣して、高井軍の市川藤若への調略を行い、同16日に春信は藤若に対して援軍を約束しており、 同18日には、北条氏康の火星である、北条綱重勢が上田に到着し、同23日に影虎は、飯山城へ撤退した。春信は、市川市への救援に、延田城の原与左衛門城の足軽州を、派遣させているが間に合わず、延田城の尾ブト政に対して、今後は、市川市の緊急時に際しては、自身の命を待たずに派兵することを命じている。武田氏は、 心差し久しみ教の防衛に成功。長尾氏は、武田領部各侵攻し、長野盆地奪回を図る7月には、高井軍の座ー城、二色城を攻めるが、武田氏は、工事3年7月5日、武田氏は、安住軍平壮城を攻略すると、北進川中島へと侵攻し、8月下旬には、田武山城近くの水内軍上野原において、武田氏長尾氏は、 合戦を行う。影虎は、朝日山城を再興したのみで大きな戦果もなく、9月に、越後国へ引き上げ、春信も10月には、海の国へ帰国した。この頃、京では、将軍の足利義輝が、三好長慶、松永久秀と対立し、大見国高島軍、朽木谷へ逃れる事件が起きている。義照は、勢力回復のため、影虎の上落を熱望しており、 長尾氏と武田氏の和睦を勧告する、おうち書きを送った。春信は、長尾氏との和睦の条件として、吉輝に、品の守護職を要求し、永禄元年正月16日に、武田春信は、品の守護、着男、武田義信は三官礼に部任された。武田春信の,の品の守護部任の条件には、長岡影とラカタの和睦が条件であったと考えられており、 シナノへの派兵を続ける春信に対しヨシテルは、春信を質問する、大内書きを発しており、同年11月28日に春信は、人弁を行い正当性を主張し長岡田の、撤兵を求めている。なお、ヨシテルは、春信の人弁に対して、影虎に、シナノ出兵を認め、全シナノ主語である。 小笠原長時の帰国を講演するなど春信の,の品の守護部人を白紙へ戻そうとしていたと考えられている。春信の,の品の守護部人は武田氏の品の支配を追認するもので、品の支配への影響は少ないことも指摘されており、春信の,の品の守護部人はあくまで政治外交上の影響力に留まっていたものであると考えられている。A62 年3月、 長尾氏の有力な名優であった高梨氏は、本拠地の高梨氏官を落とされ、飯山城に交代した。長尾影虎は残る長尾方の北進国衆への支配を強化して、実質的な過信化を進めることになる。紅葉軍艦によれば、A63 年11月には、武田氏一族の勝沼五郎殿が、上杉謙信の調略に応じて、謀反を起こし、 成敗されたとする逸話を記している。勝沼氏は、武田信虎の弟である、勝沼信友がおり、信友は、天文に4年に死去しているが、紅葉軍艦では、勝沼五郎殿を、信友の子息としているが、一方で、天文8年頃には、府中今井氏の今井しげが、勝沼氏を継承して、勝沼今井氏となっている。しげの子息には信義がおり、謀反を起こした。 勝沼五郎伝は、この信吉を指すとする説がある。川中島の戦いの第四次合戦は、永禄四年に行われ、八万元の戦いとも言う。第一次から第五次にわたる川中島の戦いの中で、唯一大規模な戦いとなり、多くの死傷者を出した。一般に、川中島の戦いといった場合にこの戦いを指すほど、有名な戦いだが、 第四次合戦については前提となる外交情勢については確認されるが、A64 年に入ってからの双方の具体的経過を述べる資料は、紅葉軍艦などの軍記物語のみである。そのため、本節では紅葉軍艦など江戸時代の軍記物語をもとに交換しられる合戦の経過を述べることになる。確実な資料が存在しないため、この合戦の具体的な様相は、 現在のところ謎である。しかしながら、勝山木や上杉氏の感情やこの絵、先久手文書など、第四次合戦に否定される可能性が高い文書は、残存しているほか、A64 年を契機に、武田、上杉間の外交情勢も変化していることから、この年にこの地で激戦があったことは確かである。現代の作家などが、この合戦についての新説を述べることがあるが、 いずれも資料に基づかない想像が多い。天文21年、北条氏康に敗れた関東官邸、上杉の政は、越後国へ逃れ、影虎に、上杉氏の家督と関東官邸職の譲渡を申し入れていた。A62 年、影虎は関東官邸職就任の許しを得るため、二度目の上落を果たした。影虎は、将軍、足利義輝に敗越し、 関東官僚就任を正式に許された。永禄三年、大義名分を得た影虎は関東へ出陣。関東の諸大名の多くが影虎につき、その軍勢は10万に膨れ上がった。北条氏康は、決戦を避けて小田原城に牢城した。永禄四年3月、影虎は小田原城を包囲するが、守りが固く攻めあぐねた。a 6四年4月、 武田信玄が割が岩木を攻め落とした。その際、武田信玄の信濃信仰の参謀と言われた原虎種が負傷した。これに代わって山本勘助が参謀になる。北条氏康は同盟者の武田信玄に援助を要請し、信玄はこれに応えて北信濃に信仰。川中島に海津城を築き、影虎の背後を脅かした。やがて、 関東諸省の一部が勝手に撤兵するに及んで、影虎は小田原城の包位を説いた。影虎は、相模国、鎌倉の鶴岡八幡宮で、上杉家家督相続と関東関連職就任の儀式を行い、なお、上杉正虎と改めて、越後国へ引き上げた。関東制圧を目指す正虎にとって、背後の新一国境を固めることは急務であった。そのため、 武田市の前身拠点である海津城を攻略して武田軍を叩く必要があった。同年8月、正虎は越後国を発行自然工事を経由して斎女山に布陣した。これに対する武田方は茶臼山に退陣する。第四次川中寺、自らは兵一万三千を率いて、さらに南下を続け、西川、千曲川を渡り、長野盆地南部の斎女山に陣取った。 最女山は川中島よりさらに南に位置し、川中島の東にある海津城と相対する。武田信玄は海津城の武田守家臣、高坂正信から正虎が出陣したという知らせを受け、16日に甲府を進発した。信玄は24日に計2万を率いて長野盆地西方の茶臼山に陣取って上杉軍と対峙した。なお、 紅葉軍艦には信玄が茶臼山に陣取ったという記述はなく、茶臼山夫人はそれ以後の軍記物語によるものである。実際には、長野盆地南端の西女山とは、千曲川を挟んで退治する位置にある潮崎城に入ったと言われている。これにより、西女山を海津城と共に包囲する夫人となった。そのまま、膠着状態が続き、武田軍は、 戦線硬直を避けるため、29日に、川中島の八幡原を横断して、海津城に入城した。正虎はこの時、信玄よりも先に陣を敷き海津城を攻めることもでき、海津城を落とせば戦局は、有利に進めることもできたが、攻めることはなかった。これについては、海津城の攻略に手間取っている間に、武田軍本隊の川中島到着を許せば、 白型との攻撃に合う可能性もあるために、それを警戒して、あえて攻めようとしなかった可能性もある。こ着状態は、武田軍が海津城に入城した後も続き、士気の低下を恐れた武田氏の重臣たちは、上杉軍との決戦を主張する。正虎の強さを知る信玄はなおも慎重であり、山本勘介と馬場信夫に、上杉軍撃滅の作戦立案を命じた。 山本勘助と馬場信夫は兵を二手に分ける別動隊の編成を検索した。この別動隊に最女産の上杉軍を攻撃させ、上杉本軍を麓の山田原に追いやり、これを平野に布陣した本隊が待ち伏せし、別動隊と攻撃して殲滅する作戦である。これは、ケラが口しで虫の潜むきを叩き、驚いて飛び出した虫を喰らうことに似ていることから、 テラ戦法と名付けられた。9月9日、深夜、高坂正信、馬場信夫さらが率いる、別動隊1万2000が最助産に向い、信玄率いる本隊8000は、8万元に、格翼の陣で婦人した。しかし、正虎は、海津城からの水縁がいつになく多いことから、この動きを察知する。正虎は、一切の物音を立てることを禁じて、 夜いに乗じて密かに最助産を降り、甘宮の私から千曲川を対岸に渡った。これが、来三陽の監視、川中島の一節、弁世祝祝夜川を渡るの場面である。正虎は、天かす敬文字、村上の力を、高梨正頼に、兵線を与えて、都下地点に配置し、武田軍の別動隊に備えた。当初は、この武田別動隊の備えに、色部勝永、 本城茂町、相川清ながら挙木との初体も含まれていたらしいが、これらの部隊は、八幡田原戦場、10日午前8時頃、川中島を包む深い霧が晴れた時、いるはずのない上杉軍が、完全に不人しているのを見て、信玄率いる武田軍本隊は動揺した。正虎は、柿崎経家を先方に、車かかりで、武田軍に襲いかかった。 武田軍は完全に裏をかかれた形になり、核抑の陣を敷いて汚染したものの、上杉軍戦方隊の凄まじい勢いに、武田軍は防戦一方で信玄の弟の武田、信玄や山本勘助、諸住虎沙田、恥金忠次らが討ち死に、武田本人も壊滅寸前であるなど危機的状況であったという。乱戦の最中、手薄となった信玄の本人に、 マサトラが切り込みをかけた。紅葉軍艦では、白手ぬぐいで頭を包み、北条月毛にまたがり、名刀、正図長光を振り上げた、騎馬武者が、将棋に座る信玄に三立ちに渡り切りつけ、信玄は、将棋から立ち上がると軍配を持って、これを受け、五中間頭の弦をす見守るがやりで、騎馬武者の馬を刺すと、その場を立ち去った。後にこの武者が、 上杉正虎であると知ったという。ラ三サは、この場面を、流星皇帝長打を椅子と演じている。川中島の戦いを描いた絵画や銅像では、謙信が、陣人包みの総体に描かれているが、正虎が出家して、上杉謙信を名乗るのは9年後の元気元年である。信玄と謙信の一騎打ちとして、有名な、この場面は、歴史小説やドラマ等に、 しばしば登場しているが、確実な資料上からは確認されない。なお、上杉側の資料である、北越太平記では一騎打ちが行われた場所を、御上側の家中とし、信玄、謙信ともに、牙で信玄は軍配でなく太刀を持ち、信玄は手を負傷して退いたとしている。また、大創上、天海の目撃談も記している。江戸時代に作成された、上杉屋五年譜では、 切りかかったのは、荒川えず守るだと書かれている。また、名友関係にあった、関白、この江崎久が正虎にあてて、合戦後に送った書状では、正虎自らたちを振ったと述べられており、激戦であったことは確かとされる。正虎に出し抜かれ、もぬけの殻の最女さんに攻め込んだ、高坂正信、馬場信房率いる武田軍の別動隊は、八万元に急行した。 武田別動隊は、上杉軍の死んがりを務めていた、甘かす刑務地隊を蹴散らし、昼前には八万元に到着した。予定より遅れはしたが、武田軍の本隊は、上杉軍の攻撃に耐えており、別動隊の到着によって、上杉軍は攻撃される形となった。形勢不利となった正虎は、兵を引き、西川を溶かして、善光寺に配送した。 信玄も午後4時に追撃を止めて八幡原に兵を引いたことで合戦は終わった。上杉軍は川中島北の善光寺に詰爪として配置していた兵五千と合流して越後国に引き上げた。この戦による死者は、上杉軍が三千よ、武田軍が四千よと伝えられ、互いに多数の死者を出した。信玄は、 やわたばらで勝ち時を上げさせて引き上げ、マサトラも首実験を行った上で、越後へ帰還している。紅葉軍艦はこの戦を、前半は、上杉の勝ち、後半は、武田の勝ちとしている。合戦後の書状でも、双方が勝利を主張しており、明確な勝敗がついた合戦ではなかった。しかし、武田軍にとってはこの戦で家中の調整役であった。 信玄の実定の重が討ち死にしてしまったことが、後の吉信事件の縁因になったとする見解もある。また、これは、紅葉軍艦の記述とは関係ないが、上杉軍は、この合戦に参戦したとされる長尾統計が、川中島合戦における、上杉正虎の戦術を批判したとして、正虎からの不況を買っている。数年後に正虎は同じく家臣の本城主玄に、命じて、 富士家を成敗させているが、この際に恩賞が出なかったことを不服とした重長は、かの国の武田信玄の誘いに応じて、植杉家に謀反を起こしている。事実のほどは不明であるが、この川中島の戦いは、後年の植杉家にしこりを残していると言える。この合戦に対するマサトラの感情が3通残っており、これを血染めの感情と呼ぶ。 マサトラはほぼ同じ内容の感情を7通、発揮しており、自身の旗本や洋北州の中城や色部を中心に、その先行を称えている。信玄側にも2通の感情が確認されているが、芝辻春読をはじめ主な研究者は、文体や書体、筆跡等が疑わしいことから、偽文書であると推測している。紅葉軍艦などによる。なお、鶴軍の領主である小山田氏は、 公陽軍艦では、当主のヤ三郎信有が参人司祭女さんを、迂回攻撃する部隊に配属されたと記している。一方、勝山ヤによれば、ヤ三郎信有本人は病床にあったため参陣せず、小山田衆を派遣しており、小山田衆は、側面攻撃を意味する、横入れを行ったという。ヤ三郎信有は、A68 年に死去し、小山田氏当主は、信繁に交代する。 川中島の戦いの最終戦である第五次合戦は A67 年塩崎の退陣とも言う。上杉テルトラは武田信玄の飛騨国侵入を防ぐために川中島に出陣した。川中島に婦陣する上杉謙信に対して武田信玄は決戦を避けて塩崎城に婦陣するのみで睨み合いで終わった。上杉テルトラは関東へ 連年出兵して、後法上氏との戦いを続けた。後法上氏と同盟する武田氏は常に、上杉テルトラの背後を脅かしていた。上杉テルトラの武田信玄への憎悪は凄まじく、巨城であった、春日山城内の監禁所とや彦神社に、武田春信悪行のことと題する願望を奉納し、そこで信玄を口を極めて罵り、必ず退治すると誓った。ひで国では、 国衆同士の争いが、武田氏、上杉氏の対立と相関し、飛騨国衆の三木義より、三木より津の親子と、江間諦星は、江間時森と敵対していた。永6七年には信玄が、江間時森を、テルトラが、三木氏、江間諦星を支援して介入する。紅葉軍艦によれば、同年六月に信玄は、家臣の山形正影、甘利正中を飛騨へ派遣し、これにより三木氏、 エマ・アキラセは劣勢となる。同年8月、上杉ス虎テルトラは、信玄の飛騨国侵入を防ぐため、川中島に出陣した。信玄は、長野盆地南端の塩崎城まで進出するが、決戦は避け、2ヶ月にわたり退陣する。10月になって、両軍は撤退して終わった。以後、信玄は、東海道闇の上の方面に向かって、勢力を拡大し、上杉ス虎は、 関東出兵に力を注ぎ、川中島で大きな戦いが行われることはなかった。A67 年8月15日に、武田信玄が天木六を選び、上杉方と組打ちをさせ、その勝負の結果にて、川中島の領有権を決めようとの申し入れを行わせた。上杉方は、直江山城守の取り次ぎで、上杉謙信に、明日は組打ちをし、その勝利次第で、 川中島は治め、この後謙信も信玄も弓矢を取ることをやめたいとの信玄の言葉を伝え、謙信も承諾し、翌日12時に組打ちをすることになった。8月16日に、武田方から天彦六上杉方から長谷川与え御在門記連が選ばれ、組打ちを行った。結果、長谷川与え御在門記連が、天彦六の首を取り、以後越後領となり、 争いは終結したとする古文書も存在する。川中島をめぐる武田氏、上杉士官の構想は、第四次合戦を契気に収束し、以後両者は直接衝突を避けている。上杉謙信は、武田信玄の支援を受けた、越中の武将や越中一行一騎の鎮圧に、暴殺されることになる。武田氏は、対外方針を展示、同年10月、 今川氏真の妹を正室とする着難、吉信の無本が発覚し、A61 年11月、吉信正室が駿河へ帰国した。他方、今川氏は、上杉氏と秘密外交を行ったが、これが、武田方に露見する。武田氏は、同年12月、駿河今川両国への進行を開始するが、これは、北条氏との交渉同盟を破綻させ、 大火見杉の共闘体制も解消される。北条氏は上杉氏と同盟して、武田両国への圧力を加え、武田氏は小田氏と友好的関係を築き、上杉氏との和睦を模索している。その後、武田氏は三河徳川家康の両国である東東美三河方面への進行を開始し、上杉氏とは交渉同盟の回復により、本格的な構想にはかっていない。 元気4年の武田信玄死去後、1575年の長篠の戦いで惨敗した武田勝頼は、上杉謙信と和睦して、会に無事帰国している。謙信死去により、越後で後継をめぐるお盾の乱が起こると、武田勝頼は、越後に出兵する。上杉影勝は、勝頼のいぼ妹菊と姫と今後を通じて和睦し、公越同盟が成立する。公越同盟によって、 武田氏の勢力は、川中島の戦いの軽争地であった、川中島四軍を超えて、越後国に及んだ。結果、交渉同盟を再び破綻させ、上杉氏では、柴田勝家らからなる、織田軍の攻勢を防備するが、武田方では、天正十年に、織田、徳川連合軍による侵攻により滅亡する。武田氏滅亡後の川中島を含む品濃両国は、 森長義ら小高臣によって支配されるが、同年末の本能寺の変において信長が応詞すると、森長義が逃亡し無視となった、武田医療は空白地域となり、上杉、徳川、北条三者による争奪戦となり、武田医療は徳川氏により確保された。豊臣秀吉によって、上杉家は合図を経て、米沢へ移法され、川中島の地域は徳川氏の勢力下となった。 天下統一を成した、豊臣秀吉は、川中島の地を訪れ、人々が信玄と謙信の優れた軍略を称賛する、中、墓のいかぬ戦をした者よとなじった、という話が伝わる。現那八年、真田家が徳川政権により、上田城から海津城に移される。一帯は、戦乱や洪水で荒れ果てていたが、藩主はもちろん、家臣団ら武田一臣にとっても、 祖父や王子らが活躍した川中島の地は新生死され、過労うじて残されていた戦績は保護されたり語り継がれることとなった。江戸時代の幕府の古文像であった天海の目撃情報などに基づく。川中島の戦いにおける記録の中には周知されているものとは別の説が存在する。江戸時代には紅葉軍艦や川中島五角合戦の次第などの軍機物が流布し、 二次的に、武田三大機、北越軍機、北越軍団などの軍機物が生まれ、川中島の戦いは5回あったとする五戦説が広まっていた。近代歴史学においては1889年に、田中義成が五戦説を否定し、川中島の戦いは、高次元年と a 禄4年の2回であったとした。また、1932年には、軍人の北村謙信がて、 田中の二戦説を補強している。これに対し、1929年には、渡辺義介が五戦説を提唱し、戦後には1959年に、小林慶一郎が五戦説を支持している。2000年には、柴辻俊徳が五戦説を再検討し、川中島の戦いとそれ以外の小規模な戦闘を、公越大戦と区別し、川中島の戦いは英緑4年9月の、 第四次合戦に限定されるとした。2002年には、平山優が、品野国衆の動向を中心に、武田信玄の品野信仰から、川中島の戦いに至る過程の再検討を行い、川中島の戦いを東国戦国史の中に位置づけた。近世には、紅葉軍艦、北越軍団に基づいて、甲州流軍学、越後流軍学が形成され、大名下にも昇平された。 江戸前期から大名家においては、軍艦、軍団、光越新戦録、絵本光越軍記などに基づいて、川中島合戦図表部が制作されたものと考えられている。現在でも数々の作例が現存しており、特に岩国美術館所蔵品や和歌山県立博物館、所蔵品などが、川中島合戦図表部の代表作として知られる。川中島合戦図表部は作例により、 軍艦、軍団それぞれの記述に忠実なものや両者が接中したものなど特徴が見られ、これは制作された大名家における軍学の影響力が制作事情に反映されているものであると考えられている。主題として描かれるのは主に A64 年9月1日の八幡原における合戦の場面で、画面構成は武田陣営には白熊兜や 北斗七世の軍配を持ち将棋に座すなどの特徴で、信玄の姿が描かれ、神杉ぎ方では、白頭金や、合戦の様子ではなく、敗人図を描いた作例も見られる。さらに、浮世絵の画題の一つ、武者絵においても、川中島合戦図はしばしば描かれ、その数は200種類を超えるとも言われる。古くは、怪月堂安戸の肉筆画による、信玄軍人影図や一気打ちの図。 版画では2台、鳥池義幡や奥村正信、北川歌ロラが一気打ちの図を手掛けている。3枚、続くの群像表現を導入したのは、文化6年の勝川春亭が最初である。その後、文政から天保にかけて、同様の川中島合戦図はほとんど描かれていないが、天保15年5月に、歌川広重が春景図を模した作品を描く。同年10月には、 本図の出版に対して伺い書きが提出され、南町奉行より出版許可が下りた。これが契機となって、続く公開以降には、宇多川国吉や宇多川吉虎ら,ら国吉一門、宇多川貞秀ら宇多川派を中心に、数多くの川中島合戦図が描かれるようになる。天正年間以降の合戦や人物を扱った作品では、編名が使われるのが通例だが、 それ以前の合戦である川中島合戦の場合は、人物や合戦名も史実通りに表記されるのが特徴である。場面としては一騎打ちの他にも、第四次合戦における山本勘介の活躍や打ち死になどの名場面や、さらには武田、上杉両軍の諸将が対戦した創作的な作例も見られる。明治以降になると、歴史画の流星で話題が広がり、相対的に、 川中島合戦は描かれなくなるが、だいぶな揃い物の中には、しばしば、信玄や謙信が、姿が見受けられる。J リーグのサッカークラブ、アルビレックス新潟とバンフォーレ甲府の試合は、それぞれ謙信と信玄に、ゆかりのある地をホームタウンとしているため、現代版の川中島合戦として盛り上がる。長野での初対決で、武田、上杉両軍による、 カッチュームシャッパフォーマンスが行われ、以来定着した。詳細は、川中島ダービーを参照。ありがとうございます。